リル・ウェインはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のラッパー。生きている中で最高のラッパーを自称し、ウィージー、ウィージー、ツネチ、トゥーンチの愛称でも呼ばれる。11歳の時キャッシュマネーレコードのオーナー、バードマン、アニスリムと出会う。ルスデンに自分のラップを何度も残したのがきっかけで、キャッシュマネーレコードと11歳の時に契約する。 1997年に14歳でホットボーイズの一員としてラッパーのキャリアをスタートし現在もキャッシュマネーレコードに所属している1999年のソロデビュー以後数々のミックステープ客演円で活躍アメリカではアルバム以上に注目されるのが毎年彼がリリースする無料のミックステープである2008年にはシングルロリポップが 全米総合シングルチャートビルボードホット100で1位を獲得。同年リリースのスタジオアルバムカーター3は全米で300万枚以上を売り上げる大ヒットとなり、アルバムは RIAA よりトリプルプラチナムに認定された。2009年の第51回グラミー賞では8部門でノミネートを受け、最優秀ラップソロパフォーマンス賞、最優秀ラップソング賞、 最優秀ラップアルバム賞、最優秀ラップコラボレーション賞の4部門を受賞。1997年、彼が15歳の時、ジュビナイル等と共にラップグループ、ホットボーイズの一員として、正式にデビューを果たす。当時ウェインは、このグループの最年少メンバーだった。同年7月27日、デビューアルバム、Get It How You Live をリリース。 全米ビルボード200にて、初登場37位を記録した。1999年7月27日、セカンドアルバム、ゲリラ・ウォーフェアをリリース。全米ビルボード200にて、初登場5位を記録。結果的に100万枚以上を売り上げ、プラチナディスクに認定された。1999年11月2日、初のソロアルバム。 ブロックイズホットをリリース。全米ビルボード200において、初週に約23万枚を売り上げ、初登場3位を記録した。その後もセールスは伸び、結果的に全米で100万枚以上を売り上げ、プラチナディスクに認定された。2000年12月19日、2枚目となるソロアルバム、ライツアウトをリリース。全米ビルボード200において、 初登場16位を記録した。初動枚数は、前作、他、ブロックイズホットに及ばなかったものの、少なくとも50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定されている。2002年7月23日、3枚目となる、ソロアルバム、500ディグリースをリリース。全米ビルボード200において、初登場6位を記録。また、全米で50万枚以上を売り上げ、 ゴールドディスクに認定されている。このアルバムタイトルは、1998年に、ジュビナイルがリリースした、アルバム、400ディグリースと書けたものである。2004年6月29日、後にカーターシリーズと呼ばれる、アルバムタイトルに、カーターを冠した初めてのアルバム、ダ・カーターをリリース。全米ビルボード200において、初週に、約11万枚を売り上げ。 初登場2位を記録した。トータルでは、全米で80万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定されている。また、このアルバムからのセカンドシングル、Go DJ が、全米ビルボードホット100にて、最高14位を記録した。ちなみに、このアルバムは、当時キャッシュマネーレコードの、お抱えプロデューサーだったマニーフレッシュがプロデュースした、最後の作品であり、これ以降は、 マニー以外のプロデューサーを中心に起用するようになる。2005年12月6日、カーターシリーズとしては2枚目、自身累計では5枚目となるアルバム、ダカーター2をリリース。全米ビルボード200において、初週に約24万枚を売り上げ、初登場2位を記録した。その後もセールスは伸び、結果的に全米で100万枚以上を売り上げ、プラチナディスクに認定。 全世界では200万枚以上を売り上げ、彼の一大出世作となる。また、このアルバムからは、ファイヤーマンと、ハスラー・ムジークの2曲のヒットシングルが、誕生しており、どちらも、全米で100万ダウンロードを記録し、アメリカレコード協会からプラチナムに認定されている。その後、彼は、キャッシュマネーレコードの頭取りに指名され、新たに、ヤングマネーエンターテインメントも立ち上げたが、 2007年には、そのどちらの座からも退いている。ちなみにヤングマネーエンターテインメントは、コルテズ・ブライアントが引き継ぐこととなった。2008年1月24日、ドラッグの不法所持で逮捕される。これは、アリゾナ州デートランドで、彼のツアーバス内が捜索を受けた際に、マリファナ約115グラム。 コカイン約 30g、エクスタシー約 41g などが発見されたもので、ウェインのほか同乗者2名も逮捕された。この際、彼は、販売目的の薬物、麻薬道具の所持、銃器所持を含む違法行為などの罪に問われることとなってしまう。2008年3月11日、後に発売予定のアルバム。 カーター3からの先行シングル、ロリポップがリリースされた。この作品には、R、R&B シンガーのスタティックメジャーがフィーチャー、されているが、彼はこの、リリースの約2週間前に33歳の若さで、他界している。後に、この曲は、全米ビルボードホット100にて最高1位を記録し、500万、ダウンロード以上を記録する、ウェイン自身の最大のヒット曲となった。 ケリー・ヒルソンとウェイン2008年6月10日、カーターシリーズとしては3枚目となる、ダ・カーター3をリリース。全米ビルボード200において、初週に約100万枚を売り上げ、初登場1位を記録した。この2008年当時では、2005年にリリースされた50セントのザマサカー以来となる、久々の初週ミリオン突破を果たした作品として、大きな話題を呼んだ。 また、リリース直後から各専門誌からのきなみ高評価を獲得し、26のレビューサイトに基づいたアルバムの平均点は84点で、これはほぼ全ての専門家が大絶賛のゾーンに位置する特典であり、現時点において、これが彼の作品の中で最も評価されているアルバムである。2009年2月8日に開催された第51回グラミー賞において、 最多8部門にノミネートされ、そのうち最優秀ラップアルバム賞、最優秀ラップソロパフォーマンス賞、最優秀ラップソング賞、最優秀ラップコラボレーション賞の計4部門を受賞した。このグラミー賞受賞の効果も相まって、だ、カーター3はその後も売り上げを伸ばし続け、結果的に全米で350万枚以上を、 売り上げる彼の最大のヒット作となった。アメリカレコード協会からは3、マルチプラチナに認定され、カナダでは2、マルチプラチナ、イギリスではゴールドディスクにそれぞれ認定されている。2010年2月2日、通算7枚目となるアルバム、リバースをリリース。全米ビルボード200において、初週に約17万枚を売り上げ、初登場2位を記録した。 結果的に全米で50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定。この作品は、ウェイン自身が、ロックミュージックを追求して完成させた作品となって、おり、全体的にラップロック色が強くなっている。アルバムからは、プロムクイーン等のヒット曲が生まれる一方で、各音楽専門誌からは軒並み悪評を受ける結果となり、7つの音楽サイトにて過去最低点を。 つけられてしまう。2010年4月に銃器不法所持の罪により逮捕された彼だが、その後の5月に、獄中での所有が禁止されている、ミュージックプレイヤー用の充電器とヘッドフォンをポテトチップスの袋の中に入った状態で、 隠し持っていたことが発覚したため、釈放される日まで、毎日23時間を独房で過ごすことや、私的な目的でかける電話は週に1回だけなどの、ペナルティを課せられてしまう。2010年9月27日、通算8枚目となるアルバム、I Am Not, A Human Being をデジタル配信で先行リリース。その後の10月12日にボーナストラック2曲を、 追加した CD 版がリリースされ、全米ビルボード200において、初週に約12万枚を売り上げ、初登場2位を記録した。このアルバムは、彼が服役する前から、すでに制作が進められていたもので、本来は、ニューアルバム、タカーター4のために収録されるはずだった楽曲を集めて構成されており、当初はミニアルバムとして発売される予定だった。 しかし、いわゆる外伝的な作品でありながらも、このアルバムは、全米ビルボード200において、長期ランクインし続け、結果的に全米で95万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定されている。2010年12月16日、後に発売予定の、タカーター4からの先行シングル、6フット7フットがリリースされた。全米ビルボードホット100にて、最高9位を記録。 2011年3月24日には、リック・ロスをフィーチャーしたセカンド先行シングル、ジョンを、そして年5月31日には、サード先行シングル、ハウツー・ラブを立て続けにリリースしている。特に、ハウツー・ラブは、全米ビルボード・ホット100にて、最高5位を記録するヒット曲となる。リル・ウェインとヤング・マネー所属アーティスト2011年8月29日。 カーターシリーズとしては3年ぶりとなる第4弾、通算9枚目のアルバム、The Carter 4をリリース。全米ビルボード200において、初週に約96万枚を売り上げ、初登場1位を記録。この初動売り上げは、このアルバムより約4ヶ月前に、リリースされたレビガガのアルバム、b o n デ This Way に次いで、2011年発売の作品において2位の、記録となった。 また、現在までに、全米で200万枚以上を売り上げている。2011年9月の全米ビルボードホット100において、彼のクレジットが記載された楽曲が12曲も、ランクインするという快挙を成し遂げた。これは彼自身のシングル曲に加え、フィーチャリングされた他のアーティストの楽曲も合わせた。数だが、ビルボードチャートが創設されて現在までの50年。 以上の間において、ソロアーティストとしては、最多の記録であり、ビートルズが1964年に達成した14曲に、続き、第2位となっている。15歳の時に、恋人との間に第1子。その後2004年に結婚し2006年に離婚。2008年に、別の女性との間に、第2子。第3子は、女優ローレン・ロンドンとの間に2009年に誕生。 4番目の子は歌手ニベアとの間に誕生。2007年の重器不法所持の罪により1年間の禁庫が確定。2010年3月8日から収監され、2010年11月4日に景気終了にて出所した。2011年8月21日、ライブ終了後に趣味のスケートボードを楽しんでいた際、頭に9針も縫う大怪我を負った。彼は、 ライブ終了後に公園でスケートボードを楽しむのが日課となっていた。この直後にツイッターを通じて大事に至らなかったことをファンへ向けて発表している。ありがとうございます。